皆さん、こんにちは。こんにちは。兄貴、今回は4週目の後半戦ですね。うむ、前回にやっと、シャドウを回収できたからな。今回は、シャドウのパワーでゴリ押しできちゃいますね。残念だったな。シャドウはオペラ劇場を突破できないぞ。兄貴、なんとかしてください。いや、どうにもならん。セーブ済みだから、まずはシャドウを離脱させる。こっからま大陸まで、ノーセーブか。うむ、まずはナルシェでシャドウを離脱させる。ナルシェでシャドウを離脱できるのは、これが最後だ。マジか、攻略キャラはどうすんですか？うむ、モルルは入れとかないといけないからな。あと1キャラだが、道中で回収できるのは、エドガーしかいないわな。あーっと、ここでエドガーでエドガーかですね、兄貴。うむ、ディナは厳重防衛戦で離脱したからな。エドガーかモグッチが必須だ。よし、ここで離脱して、降臨源に向かうぞ。フィガロ城脱出イベントまで進めちゃうと、編成が狂っちゃいますね。うむ、モルルを入れたままにしたいからな。ということで、この周回の攻略キャラは、エドガーになる。兄貴、エドガーのレベルを上げちゃって大丈夫？うむ、今回の冒険のティナはレベル6なんで、エドガーのレベルは17まで耐えられる。エドガー以外に経験値を入れなければ、全滅やり直ししてもいいですね、兄貴。さて、エドガーレベル17とか適当でもいいけど、一応、手順を踏んでいこう。まずは、ゾゾのガブルでガックでバニシカですね。うむ、エドガーのブラストボイスで、ロックとエドガーにバニシュをかけてもらうぞ。兄貴、エドガーのレベルを上げた方がいいですかね。うむ、1回目は、エドガーレベル6で行ってみるか。ということで、一応、エドガーにも魔法を覚えさせておく。ベクタ攻略用のスリプルとスローですね。ロックはすでに必須魔法を覚えてますよ、兄貴。うむ、エドガーはサンダーだけでもいいが、魔石精霊も装着して、ファイアまで覚えておこう。すでにコンヒュ煙玉は、使い放題ですね。さて、ゾゾでインカウントを調整したら、次はオペラのネズミ戦だ。よし、ネズミは避けないで、エドガーでガシガシ進む。エドガー以外に経験値を入れなければ、全滅やり直しできますね、兄貴。うむ、ロックとマッシュを間引いて、ドリルでゴエティアだけ倒していくぞ。兄貴、ちょっと暗いエドガーのレベル上げといてもいいかも。バックアタックと挟み撃ちが危険です。まあ、オペラは3回やり直せるからな。失敗したらやり直してれば、勝手にいいレベルになるだろ。兄貴、オペラ劇場の本番の攻略はいつですかね？うむ、今回のオペラ劇場が、最後の仮の攻略だ。次回来る時が本番になるな。兄貴、ネズミ避けはしたくないんで、なんとかしてくださいよ。いや、本番もシャドウが使えないからな。本番前には、ロックとティナの経験値クリアをしないといけない。さて、オルトロス戦だが、ここは、スローをかけてゴリ押ししよう。兄貴、集めておいた氷のロッドの出番ですね。うむ、オルトロスにスローをかけちゃえば、移動前に終わるな。ということで、ここは氷のロッドを5本ぶち込む。兄貴大丈夫？モルルは撫でられただけで落とされますよ。まあ、一応、エドガーとロックを左右に配置しておくんだ。あっと、案の定、モルルが落とされましたね。覚醒してないモルルは弱すぎる。うむ、マッシュ命名しちゃった後だからな。マッシュに見えても、これはモルルだからな。さて、お次は最後の仮のイフリート戦だ。兄貴、何か戦法が変わりますかね？残念だったな。イフリートは、本番も、戦法は変わらないぞ。これ以外の方法はありえんぞ。交代時逃走法は、もう見飽きましたよ。
弱点は氷だから、氷のロッドをぶち込んでもいいが、戦闘後の会話が長いからな。氷のロッドをぶち込んだ場合は、4発で終わりますね。おし、今回は長い階段のところで、魔法の習得をしなくていいからな。このままナンバー24戦だ。兄貴、やはりスリプルハメしかないですかね。残念だったな。スリプルプラス3ビームハメしかありえんな。いや兄貴、この戦法はもう見飽きましたよ。うむ、あとは、カッパにするくらいしかないな。カッパにすると、敵の攻撃がクリティカルして、こっちがやられるだけだ。ここは、我慢して、スリプルハメするしかないですか。うむ、眠らせて3ビームだけ撃っとくんだ。さて、次はトロッコ連戦だが、エドガーに経験値が入るのは OK だからな。兄貴、トロッコ用のブレイクブレードは取っておきましたよ。うむ、ご苦労。並び順は、ロック、エドガー、モルル、アキナ。まずは1戦目でロックとモルルを石化しますね。兄貴、ロックがなかなか石化しません。うむ、ロックに経験値が入らないようにな。敵の回復を怠るなよ。今回のロックはしぶといぞ。よし兄貴、準備完了です。あとやっちゃってください。よしご苦労。あとは、ドリルでガリガリ行くぞ。兄貴、少しレベルを上げといた方が良かったですね。ドリル一発じゃ倒せないですよ。うむ、2戦目から5戦目は、適当にやっといてくれ。兄貴、一応、5戦目にファントムデバに引かしておきましたよ。さて、次はナンバー128戦だが、5戦目にバに引かすると、なぜか1ターン目に剥がされっからな。兄貴、5戦目でバに引かするのに、すごい時間かかってますよ。なんとかしてください。はい、剥がされた。必ずこうなるんだわ。やはり、スローが重要ですね。兄貴、他の戦法はないんですかね。うむ、腕は石化が効くから、カトブレパスで落とせるが、本体だけになると、ブラスターを使ってくるからな。兄貴、それはいけません。全滅しちゃいますよ。まあ、スローをかけてから、地道に削るしかないわな。兄貴、トロッコ連戦は、結局20分くらいかかりましたよ。うむ、本番はシャドウが使えるからな。今回はこれで我慢だ。さて、次のクレイン戦が、本番前の最後の仮の攻略だ。兄貴、やまびこ煙幕ジョーカーデスを成功させましょう。いや、ここまで来ると失敗は許されないからな。まずは、スローをかけてから、氷のロッドを全投入するぞ。1ターン目に、必ず誰かやられちゃいますね。うむ、やまびこ煙幕ジョーカーデスは、セッサーともう一人必要だからな。兄貴、氷のロッドを7本も使っちゃいましたよ。うむ、全部なかったことになるから、出し惜しみしてはいけない。さて、クレイン戦までで、エドガーはレベル17以下に収まったな。エドガーのレベル上げしなくても、いけちゃいましたね、兄貴。うむ、ここで、ムグムグのレベルが4までで収まっていればな。兄貴、ムグムグのレベルは5ですよ。ガウの回収が必要ですよ。ガウの回収は、非常に面倒くさいんだわ。モルルの代わりに、ムグムグをパーティーに入れといた方が良かったですかね。いや、どっちにしても、ムグムグはレベル5になるわ。諦めてガウを回収に行くぞ。まずは、マッシュ回収のバルガス戦ですね。うむ、バルガスは、スローをかけてから適当に処理だ。よし、次はマッシュとモグリンと、ムグムグを編成だ。この編成だと、やられちゃうからな。お供にセッサーをつけるぞ。兄貴、セッサーで大丈夫？エドガーの方が強いですよ。
うむ、今回のガウ回収ルートのお供は、セッツァーでないと面倒くさいことになる。まずは、バレンの滝イベントの消化ですね。ここで飛び込んじゃダメだぞ。それでは、飛空艇で獣ヶ原へ移動だ。飛空艇は、獣ヶ原に置いておかないと、ガウ回収後に、また回るようになっちゃいますね。うむ、わかってきたではないか。それでは三日月山へ徒歩で移動だ。三日月山は、マッシュとモグリンと、ムグムグがいないとフリーズですね。よし、蛇の道は、単体ディオルベータに注意するんだ。ディオルベータのアクアブレスが危険ですね、兄貴。うむ、煙玉の出し惜しみはなしだぞ。さて、ニケアに着いたら、サウスフィガロへ出航だ。このイベントをやらないと、徒歩でニケアに来れないですね、兄貴。うむ、お供にセッツァーを入れておいたからな。マッシュ編をクリアしても、次のロック編にセッツァーを引き継げるぞ。セッツァーは三分割シナリオ時にいないキャラだからな。ああ、いいですね。セリス回収時の脱出が危険ですからね。よし、ここで帝国兵のすり抜けで、ロック編は終了だ。帝国兵すり抜けで、裏口に行けちゃいますね。いや、帝国兵をすり抜けたら、セリスは回収しないでそのまま離脱だ。マジか、離脱しちゃって大丈夫ですかね。積んじゃいますよ。うむ、すでに徒歩でニケアまでのルートは開通済みだから、これでいける。この段階だと、ロックもセッサーも、ファントムを使う MP がないが、二人いれば、ニケアまでいけるだろ。ニケア出航イベント後は、山が崩れて、徒歩で行けますね、兄貴。さて、あとはチョコボに乗って、イベントはスキップだ。帝国軍人地と迷いの森はやらなくていいですね。うむ、キャラが違うから、フリーズすっからな。よし、あとはバレンの滝の、リゾーパスをぶっちめれば完了だ。兄貴、二人だけで大丈夫？エルニーニョを食らっちゃいますよ。うむ、大丈夫だ。我々には氷のロッドがあっからな。二発ぶち込めば、リゾーパスは撃退だ。やりましたね、兄貴。ここまでで、氷のロッドが15本必要でしたね。よし、これでガウを回収できたな。兄貴、本番のガウの回収も面倒くさいんですかね。うむ、セッツァーの回収前にやるようだけど、どのイベントを残すかだな。さて、ガウの回収が終わったんで、ここからは、ま、大陸に行くための準備だ。兄貴、今回はどっち式ですかね。うむ、ガウを回収したってことは、ドアタイマー式テント回避だな。というわけで、こっからは庭の後半と同じだから、早回しな。ガウワープの設定をしてから、アウザーの屋敷の地下に侵入ですね。うむ、ワープして壁の中にめり込むと失敗だからな。慎重に行く。アウザーの屋敷の地下に侵入したら、レベリングですね。うむ、エドガーとマッシュで、小1時間主要だ。レベル26になったから、ドアタイマー取得しましたよ。よし、ドアタイマー式テント回避で、ま、大陸浮上だ。帝国空軍船は、ドリルとオーラキャノンで楽々攻略しましたよ。でかした。あとは、飛空艇バグを起こして全滅だ。やりましたよ、兄貴。今回は完璧ですよ。さて、飛空艇に乗ったままで再開したが、今回は、飛空艇内部に用がある。兄貴、大丈夫？飛空艇の操縦桿はないですよ。移動できないですよ。うむ、内部のコインイベントを消化すれば、移動は勝手にやってくれるぞ。コインイベントは、ロックとモグタンがいないとフリーズしちゃいますね。やりましたね、兄貴。ついにベクタへ出発ですね。やっとだ、やっとシャドウが使えるぞ。と思ったが、ここで時間だわ。
最後まで見れた方は、チャンネル登録やポチッと直していただけると、ステータスのやる気がアップします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。